ではあのシェーカーの振り方をプロに教わってみようということで、はい、じゃあまずあのスタンダードの方をスタンダードの方お願いします。そうですね、一段振りと言われるのが一番、まあ、やりやすいかと思いますが、結構こう前に出す形になるんですね。前にもします。なるほど、ありがとうございました。